ララララララみなさん、こんにちは。シスです。というわけでね、FF9 やっていきましょう。前回はね、こっちから出てひどい目にあったので、おっ、ちょっと待つ、クポ。クポ。クポ。これ持ってけ、クポ。ホーリーベルを手に入れた。またクポの実を持ってきてほしい、クポ。ああ、このホーリーベルで、正義の扉が開くと。あ、そういうことですね。あ、こっちから回れないと。あ、これで今度こそ、ちゃんと出れるんじゃないかな。あれ？そうですね。盗賊の極意、やっとマスターしたので、合成した武器、オーガニクスを使っていきましょう。そしてここがきっと、手に入れたベルを鳴らしてみる。手に持ったベルと扉のベルが共鳴している。よし、これで出れると。オッケー。お主、大丈夫か？フライヤさん、気をつけてください。ギザマルーク様が、変な二人組に操られ、荒れ狂われております。え？なになに？今、一瞬何か見えたけど。ギザマルーク様？人間じゃない。ドゥ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 ドコウモリドラゴン？ジャンプ、ヒギ、これなんだっけ？ああ、秘められた力よりまず見破ろう。で、一回くらい貯めとこうか。で、青魔、もしかしたら効くかもしれない防御力下げ、氷の杖、三角星か、エリクタ、氷の杖欲しいな。ビビちゃんにね、装備させてあげたいね。盗む、槍と、ってこれ、ジダン HP 結構やばいな。アイテム、とりあえず回復させて、ジャンプ、効くか、効くのか？ミスか！エリクサー！あれだね、ピピちゃんせっかくスローを覚えてるからスローとかもやっていきたいね。アクアブレスとかいかにも効かなそうだけどな。戦うにしよう。盗む、クロマのスロー、あ、サンダーとかめっちゃ効きそう。91ってことで、結構やばいな。結構 HP。ジタンに投げて、三角星、違う違う、氷の杖だって。スローは。ねじ曲がって、聞いた。アイテム、盗むと。で、クロマサンダー。沈黙かよ。しょうがない。ビビーに回復。やってられっか。